米沢市中学生議会が昨日、市議会本会議場で開かれ、市内7つの中学校から選ばれた中学生議員が一般質問や決意表明の決議を行いました。また昨年度ギガスクール構想のもと、1人1台タブレットが配られ、調べ学習だけでなく、これまでとは違う形で学習する機会が増え、意欲的に学習できたと感じています。現段階で全校生で使用しても問題ないような通信環境の強化や Wi-Fi 機器の増築といったネット環境を改善する計画はありますか？その都度関係機関と連携して調査を行い、より通信環境が安定するように改善を重ねているところです。米沢市中学生議会は、将来を担う中学生に市政や市議会への理解を深め、社会参画への資質や能力を培ってもらおうと、市と議会、教育委員会が主催して開かれたものです。市内の中学校7校からそれぞれ3人、合わせて21人が議員として選ばれ、 SDGs、 私たちができる実現可能な取り組みとはをテーマに一般質問が行われました。生徒たちは去年12月から研修会に参加したりしながら、市政や地域の課題などを詳しく勉強し、質問内容をまとめてきたということで、健康的なまちづくりの推進や、高齢者が冬期間安全に過ごせるための取り組み、公共施設における二酸化炭素排出量削減など、各学校の代表者が演壇に立ち、堂々と質問しました。これに対し中川市長や担当部長は、質問にしっかりと耳を傾け、丁寧に答弁していました。